皆さんこんにちは、タイプ D です。今回は、少し真面目な話です。また変人が真面目な話かよ、なんとか。黙っていろ。今回は、二つのことを話そうと思います。まず、商品提供について。次に、新たなレビュー方式の採用について、です。まずは、商品提供について、です。去年もお話ししましたが、私はあくまで一般人であるため、買えるガジェットも限られています。そのため、動画を視聴しているあなた、商品を貸してくださいませんか。詳しくは、タイプ D アットマークか、タイプ D、2号機のツイッターアカウントに DM してください。送られてきた商品は大切に扱い、消毒初期化後にお返しします。送料も、DM で要相談ですが、基本私が払います。ヤマト運輸等の匿名配送も可能にするつもりです。もし住所を教えていただく場合も、その住所は商品の配送以外には使用いたしません。どうか、皆さん、商品提供、お願いします。そうすれば、より、このチャンネルがバラエティに富んだチャンネルとなるのです。必ず、皆さんのためにもなります。商品提供されあれば、ローエンドからハイエンドまで、幅広くレビューできるようになるはずです。皆さん、商品提供、よろしくお願いします。次に、新たなレビュー方式の採用について、です。先ほどの話とも関連するのですが、私はあくまで一般人であり、高いガジェットを気軽に買えるわけではありません。そのため、これまで、基本的にコスパの良い安い中華モデルをよくレビューしてきました。しかし、私は日本人です。このままでは、本来日本人が使うべき、私が大好きなエクスペリアも、みんな使ってる iPhone も、いつか欲しいギャラクシーのスマホも、最新のハイエンドスマホも、レビューできません。そこで、店頭レビューシリーズ、を指導したいと思います。これは、これまでは開封レビューと使用感レビューでお届けしていたガジェットレビューを、スペックレビューと、実際に家電量販店などの実店舗で触れた時のファーストインプレッションでお送りするものです。こうすることによって、普段私の手に届かないハイエンドスマホや、コスパ的に選択肢から外れるスマホもレビューできるようになります。もちろん、開封レビューや使用感レビューもこれまで通りお届けしますが、同時に店頭レビューもすることによって、より幅広いレビューをお届けできるはずです。というわけで、次回より、これまで取りだめしていた店頭レビュー動画を試験的にお送りしたいと思います。そこで、こうしてほしい、などの意見を書いてくだされば、今後の動画作りに反映させていこうと思います。というわけで、今回は少し真面目な話でした。これからもこのチャンネルをご視聴していただければ幸いです。では皆さん、また次回に。